今日は山口県にあるミニガレージパラドックスさんに来てます。ちょうど今日イベントやってるってことなんで、お店の紹介とイベントの様子をお届けしたいと思います。実はミニガレージパラドックスさん、僕がミニのメカニック時代だった時も非常に仲良くさせていただいたお店で、いろいろ情報交換とかさせていただいたんですけれども、実はお店に来るのは初めてっていう、僕も初めて中を見てみます。行ってみましょう。でパラドックスさんはミニを中心とした輸入車の販売とかテレビカスタマイズをされてるお店さんです。店頭にはミニを中心とした厳選された車両が展示されております。先代型から現行型までずらずらーっと並んでますね。すごいラインナップで、カスタマイズの方もかなりやられてるってことなんで、これラッピングじゃなかったっけな。いや、これオールペンじゃないですか。あ、オールペンか、はい、見たことのない色のマキシライトと、見たことないボディカラー、見たことないモールカラーになってるミニが展示されてたり。あ、やっぱこれ土屋さん見てもすぐ分かるんですか。この、分かります。これはない、分かります。そもそもないと。こんな色ありません、ありません、ありません、はい、こんなクリーム色ありません、はい、分かっちゃいます。そして在庫車両のラインナップもなかなかすごいです。クーパー S からクーパーから、これかっこいいなと思って、真っ黒黒のクーパー S、 ジョン・クーパーパッケージ、これいいですね。本当に真っ黒黒、オイルも真っ黒黒で、イベントやってるってことなんで、各出店者いろいろブースが出てるんで、ちょっとその辺も見てみたいと思います。今回デュエルさんも、もうミニだったらおなじみデュエルさんもブースというかデモカーの展示してますんで、おなじみのこの緑色のコンプリートカーが展示されてます。内装外装、そしてオイルは ADV1 が展示されてございます。あ、そう、パラドックスさんインスタにもかなり力を入れてるんで、今インスタライブをやってございます。まあ、ぜひチェックしてみてください。そしてジュウさんパーツの展示してます。これは触媒をうっかり入れ忘れちゃったんですね。であとはステアリングだったりとか、ね、はい、DME のチューニングなのかな、皆さんやられてることが。そしてなんかレザーの加工なんか、これ店内がまたおしゃれ、ホイールとかシートとかパーツとかたくさん展示してます。なんかディスプレイもすごくおしゃれです。でパラドックスさんはミニで非常に人気のイベンチュリー、じゃあ打ちましょうか、はい、カーボンインテークイベンチュリーも取り扱い店なんで、ぜひイベンチュリーのご用命はパラドックスさんにお問い合わせください。もう中が本当おしゃれですよね、なんかカフェみたい。ボンドガレージあんなの回しません。まあ来店されてるお客様の車でちょっと紹介してもいいよっていういただいたんで、ちょっと紹介したいと思います。結構どころかかなりいじってるっていう、お客さんも相当いじったっていう風に言ってました。デュエルの外装フルフルでボンネットまで全部入ってるみたいです。そして僕びっくりしたのがこれ、これ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 、あ、後期エンブレムになってると思ったら、これ後期エンブレムなんすけど、フロント用じゃなくてまさかのリア用流用っていう、だからちょっとちっちゃい、こっちでっかい、いや、ちょっと、ほぼわかんないです。わかんなくないよ、だいぶちっちゃいでしょこれ。確かにね、ゴーさんからだんだんこうエンブレムでっかくなってってんだよ。ゴーさん、5053でこんなちっちゃいのついてたのに、56でちょっと大きくなって F でこう、すごく大きくなった、あのサイズに。確かに、なるほどと思って、もう全部これバンパーもやって、しかもバンパーもこの中もちゃんと塗ってあるっていう、グリルの中スケスケだとやっぱりかっこ悪いんで塗ってあるみたいな。そしてホイールはデュエルさんと、これ OZ コラボで、そうですね、あのどっちも使えずにセンターロックのカバーつけて、ね、もう外しても使えるみたいな。デュエルさんの OZ コラボのホイールが入ってて、レズラも、しかもこれフェンダーも実は変えてある。ああ、そう、純正じゃなくてデュエル AG のこの 15mm オーバーフェンダーですよ、純正ロックの。そしてこのフェンダーも変えてある、これすごいよ、相当やってあるよ。でミラーカバーも、そしてドアには GP 風のデカール貼って、
でこの辺も全部カーボンパーツに。で後ろがまたすごい、後ろもしっかりデュエルのコンプリートっていう。で中もこれすごいやってある。追加メーターにデカロシートに、これ多分下手したらもう一台目に変えちゃうんじゃないかっていうぐらい。で足回りはちゃんと DC レーシングの車庫帳が入って、ジェオミックのターバーも入ってるみたいな。そしてもう一台、なんとびっくり GP が。GP 僕初めてまじまじと見ましたけど、やっぱりすごい。GP が2台入れてるのすごいですよね。すごいね。そしたらせっかくなんで、こちらのデュエルのデモカー、デュエル社長の佐藤さんが仕様を紹介してくれるってことで。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これはもう全部フルフル、もちろんデモカーなんでついてるやつですよね。はいはい、そうですね。ジョン・クーパーワークスのベースで、うちのパーツがついてますね。はい。バンパー、ボンネット。そうですね。あとフェンダーとオーバーフェンダーもそうですけど。あ、これですよね。はい。15ミリワイドでしたっけ？はい。15ですね。はい。片側。ヘッドライトとかも変えてありますよね。はい、ヘッドライトはあれ、もともと車後期でしたっけ？後期です。あ、これは、はい、はい。これは後期です。はい。なるほど。そして、バンパーはもう全部、はい。全交換のやつですよね。はい、そうです。なるほど。これフォグとかも、あ、そうか、ジョン・クーパーなんで、はい、ないですね。はい。え、これクーパー S につけるときは、クーパー S につけるときは、ないです。もう一個、もう一個バージョンがあって、これ 3.2 っていうタイプなんですけど、はい、3.1 っていう方がありまして、それはポジション級がつけれるようになってます。あ、まあフォグはフォグレスですね、もともと。はい。じゃあこれクーパー S にもつけられる。そうですね、はい。なるほど。このタイプはつけれますね。ホイールいいの入ってるじゃないですか。これは、はい、特殊なちょっと、はい、違うんで、はい、ADV、はい、これはもうこのフェンダーに合わせてですよね。いや、あれ、まあ、一応そうですね。一応ツアーでもうギリギリ入ってる奇跡のサイズですね、はい、本来15ミリワイドなんで結構出さないとなんですけど、ツラツラで。そして足回りもこれは今 BC が入ってますね。あ、 BC 入ってますね。そしてサイドスカートだったり、はい、その下の部分のサイドディフューザー、はい、これですよね。はい、それだけ打ちます。で、これジョン・クーパーで、はい、そうですね、はい、で中も見ていいですか。はい、どうぞ。中もすごいんですよね、デュエルさんのデモカー。追加メーターと、ステアリングと、あとパドルシフトがこれになってますね。もう純正ルックじゃないですか、はい、いつも思うんですけど、これこのしぼしぼが全部再現されてるっていう。これ僕ガレージメカニック時代も相当つけました。ありがとうございます。はい、数えきれないぐらいこれつけました。これが一番うちで売れてるパーツなので。あ、そうなんですか。やっぱり一番出てますね、なんだかんだ。はい、確かにこういうところにこうボコってつける車じゃないですよね。まあそうなんですよね。結局まあうまくこうに浸透して、まあ R 系からやってて F は結構つけてはありますね。でも結構海外も含めて結構出てます。あ、海外でも結構にぎわってますね。はい、はいはい、フィッティングがもう完璧なんですよね、これ。まあ、純正の、はい、一応同じような形で作ってるので、純正ルックでこのメーターもついてる、はい、そして後ろもこの辺のカーボンパーツもカバーでドライカーボンで作ってる。これ純正にかぶせるタイプですよね。はい、そうですね、はい、こんなのもちょっと形状変わってて、この部分が R の頃の形状のデザインになってるのが特徴になる。ああ、なるほどなるほど。今のやつはペコンってへこってるんですけど、はいはいはい、こっちの方がデザイン的な、ま、真ん中がする。はいはい、そうです。あ、その辺もこだわりで、あ、ここの部分が変わってた。これしっかりドライなんですよね。これドライのカバーですね。で、ここに一応分線純正のプレスラインからこう来てるような感じで。あ、そういうことなんですか。はい、で、ここも気がつかなかった。ボテッとしてる感じをこのくぼみを入れてることによって、ちょっと確かに見せてください。 F で随分でっかくなったっすもんね、ここ。そうなんです。だからそれが嫌になって、ここの筋を入れて薄く見せて、エンブレムを上に上げてたんです。で、R の形状のそのリバイバル、エンブレムだってここだったっすもんね。はい、それを R っぽく上に変えた感じですね。めちゃめちゃ今更なんですけど、はい、エアロデザインしてるのって佐藤さんがデザインしてる。そうです、僕です。あ、そうなんですか。はい、まあ一応こだわりは一応この薄く見せるとか、色と確かにそう言われれば全部繋がったんですね。まあ、ここに筋が入ってことによってちょっと薄く見えるというのが、はい、そしてこんな大きいディフューザーもついてと、はい、でマフラーがちょっと上がってるので一応上げスタイルのデザインですね。デュエルさんといえばこのバンパーから出てくる、はい、面倒くさいタイプですね。はい、面倒くさいタイプ、はい、でこれ一応ダブルデッカータイプのダブルアシスタイルのダブルデッカーウィングを作りました。これってどうやって固定されてるんですか。横から横とここのガラス面で開けてもいいですか。はい、どうぞ。うわ、
結構重くなりますね。ただダンパーついてるんで、はい、最初のちょっとそこが重いぐらいで横、ああなるほど。仙台の GP みたいなこう出し方。ああそうですそうですそうです。へえ、オールペンですか。これ丸ペンです、はい、すげえ。新車をそのまま丸ペンしました。新車オールペンなんですか。はい、すごい。まあまあ、はい、すごいですよね最近本当に。海外でもなんかコンプリートカーとか、まあまあ、インスタとかいい感じで、はい、売っていただいてて、まあまあまあ15年やってるんで、うちも。そうですよね、はい、ボンドさんほどじゃないですけど、ボンドさんのガレージさんはね持ってやられてますけど、うちは一応15年になるんで、まあまあこういうふうなちょっと飛んだ形も受けてきているというか、まあちょっと認知度というかそういう部分ではまあ売りやすいマーケットになってきたなというのは思います。はい、じゃあもうデュエルさんのバースといったら、今回はガレージって言ってますけど、今回はぜひパラドックスさんに、はい、お願いします、はい、お願いします。ボンドガレージでも買えます、はい、お願いします。そしたら続いてこちらの車、パラドックスさんでカスタマイズされたお客様の車ということで、パラドックスの佐内さんと木崎さんに紹介してもらいたいと思います。お願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあまずはホイールからかっこいいの入ってるじゃないですか。こちらはロティフォームの CVT、 ありがとうございます、ね、サイズは 8.5J19 で 215-3519 でちょっと引っ張り気味で入れています。で足回りは BC レーシング、ちょっとキャンバーは欠かせるだけ欠かせてます。ちょうど辛い位置になってございます。8.45なんで普通に履いちゃうと結構飛び出ちゃいますよね。そうですね、で基本はあのジョン・クーパーのフェンダーとかつけたりとかで対応してるんですけど、今回は普通のノーマルフェンダーでということで対応してます。車高も結構下がってますね。そうですね、指が入らないぐらいまで。ちょっとこの渋いボディカラーにぴったりです。ボディカラーなんでしょうっけ。ムーンウォークグレー。ムーンウォークグレーでこれセンターキャップもこの白は結構こだわりの。そうですね、これオーナー様のこだわりで。なるほど。そしてこちらの車、中がちょっとかっこいいんですよね。中がオリジナルのシートカバーで、ロイヤルラインというシートカバーを入れます。ちょっとダイヤモンドステッチでかっこいい感じの。そうですね、本革とスウェードを使ってオリジナルで、本革と、一部スウェードのコンビネーションになってて、パイピングはまたちょっと別のカラーを使っています、ね、でこれはあのキャメルまあ、カラーでやってるんですけども、あの他のカラーもたくさんありますので、まあ、あの車の雰囲気に合わせたものをあの作ることができるというふうになっております。でこちらのシートカバー、なんとカバナさんとのコラボモデルということで、はい、もうフィッティングもバッチリです。バッチリですよ、はい、パッと見なんかもう張り替えですかっていうぐらい。そうですね、もうパッと見じゃ本当わからないぐらいでついてますし、あの前だけじゃなくて後ろの席も、後ろの座席もバッチリ入ってますので、はい、あのバリエーションもあのこの3ドアのタイプだけじゃなくて、あの5ドアとかクラブマン、クロスオーバーもいけます。でこれマフラーは変えてるんですか。マフラーはレムスさんのマフラーで、バルブ付き、あ、噛んじゃいましたねバルブ付きマフラーで、テールだけをちょっとオリジナルのチタン風にしてます。あ、そうなんですね、なのでテールだけはレムスさんじゃないです。あ、なるほど、そんなこともできる、できるということで、はい、とんでもカスタムをした3ドアがあるってことなんで、ちょっと見せてもらいたいと思います。はい、当店のデモカーですね、このアイスブルー。あ、これですか、はい、さっき思いっきりスルーしました僕気がつかなかった、恥ずかしい。確かにチョコミント号ってうちでは呼んでるんですけど、これオールペンですねなんてそっちにばっかり気を取られて確かにこれすごいっすね。え、これ何のルーフレールですか。純正の3ドアのルーフレールです。え、設定ありましたっけ。設定があるんですよ。日本設定ないですよね。いや、日本、いや、あるはずですよ。今は乗ってないかもしれない。今は乗ってない、はい、え、だってこれついてるの初めて見ましたよ、3ドアで。で、今あの3ドアで、はい、あのベースキャリアつけようと思ったら、はい、ルーフレール付きしかないんですよ。あ、そうなんすか。ここにこうガチャっていけないんですか。なんか他のメーカーではあったんですけど、はい、今それがなくて、はい、もうこれしかなくて、これを後付けしたんですか。そうです。ちょっと杉さん分かるように説明してもらっていいですか。つまりですね、はい、これ純正のルーフレールをつけたってことなんですけど、もちろんこうただつけるんじゃなくて、こう穴を開けないと。そうです。
つけられないですよね。で、当然ここに穴を開けてくださいなんていう印はないんで、ですよね。そうです。合うようにつけないと、これがつかなくなっちゃう。バーがつかなくなっちゃう。距離感もあるんで。だからパッと見こう完成しちゃうと普通なんだけど、実はとんでもないことをやってるっていう。これすごいっすね。これ初めて見ました、これ後付けするの。ただできちゃうんですね。この上に何が乗るかは、ちょっと来週、多分乗っかってると思うんです。あー、なるほど。それはちょっとお楽しみで。え、何乗せるんですか？それは、お楽しみですか？じゃあカメラ回ってないとか明日教えて、あの、後付けするの。すごい。で、アンテナも56にはない、この、本当だ。これクラブマンのやつじゃないですか。そうですそうですそうです。しかもちゃんと光ってる。すごいすごい。ダミーですけどね、先に。これすごいですね。これあれえ日本あります？初めて見ましたよ。前期型だと乗ってるんですよ。あ、そうなんですか。ついてる車見たことないですね。クラブマンだとありなしがあるですよね。クラマはそうですよね。ですよね。うん、あ、そうなんですか。この普通のルーフの車に穴開けしてつけたってことですよ。そう。だから、ね、じゃあもうないじゃん。だって。見たことないもんだって。で、55はベースキャリアのルーフレールな仕様がある。はい。つけれちゃうんですよ。はい。ここガチャってやる、ね。ガチャって。スリードアはもうここがはまんないんで。はぁー。すごい。ちょっとでもこれ画期的ですね。画期的じゃないですか。まあそうですね。箱を乗せてもいいし。スリードア乗る人はどうしても荷室の狭さがネックになるんで、まあそういったものをちょっとうち独自のやり方でちょっと解消してみようということですね。ボードいけますね。いけますよ。長ものいけますんで。すごい。サーフボードもスノーボードも確かに大丈夫です。アンテナもこれになってるから。そうです。だからあの、ボックスのしても、はい、要は後ろ、まあ、エアハッチ開けるとき気使いますけど、はいはい、後ろまで開けても大丈夫っていう。すごい。これはちょっと、撮影関係なくびっくりした。びっくりしました。そうなんですか。これ穴開けるのとかも、どっか板金屋さんとか出したじゃなくてですか？自社で。全部自社で。すげえ。まあ、結局、SST が必要になったんですよ。はい、あ、そうなんですか。で、SST は本国にしかなくて、はい、もう作っちゃいました。これすごいっすね。びっくりした。パッと見じゃ目立たないんですけど、はいはい、まあ、実は結構気合いのいることをやってのけたと。そうですね。やってのけこういうのってこう、なんですか、加工した感出さないの大事っすよね。そこですね。はい、こうやってんなっていうのを見せない。あからさまにっていうのじゃなくて、はい、見る人が見たら分かっちゃうみたいな。ちょっと気がつかなかったのがちょっとますます恥ずかしいんですけど。完全スルーしちゃう。それだけあの馴染んでた。すごい。はい、というわけで今回は山口県にあるパラドックスさんで行われた周年祭の様子をお届けしました。ボンドチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。